本日の司会進行を務めさせていただきますベビカムの山田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はオーラルケアのサンスターの協力により実施いたします。そして講師には医師であり3児のママであるともり新田先生がベビカム両親学級に来てくださいました。赤ちゃんの健やかな健康とそのための育児をテーマに、第1部では特に離乳期のママたちが気になる赤ちゃんの健康とお腹についてともり先生にお話を伺います。また今回は両親学級初の試みとしてお話の途中でクイズを出題いたします。第2部はオーラルケアのサンスターならではの赤ちゃんのお口の健康についてのコーナーです。サンスター財団の歯科衛生士江川のぞみさんにお話を聞きたいと思っております。それでは改めましてともり先生こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いします。まあ、内科と皮膚科を都内で診療させてもらっております。でプライベートでは6歳の男の子、4歳の女の子で、9月で1歳になる女の子のママをしております。育ての楽しみだったりとか大変さ、いろいろお話できればなと思っておりますので、ぜひ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では、今回ご参加の皆さんは赤ちゃんが9ヶ月から1歳くらいの方になりますので、これから赤ちゃんがすくすく健康に育つためのお話を伺っていきたいと思います。ともり先生、ちょっとこの頃の赤ちゃんってどんな様子ですか？まあ、離乳食がどんどん進んでくるので、食べ物の移行期っていうこともあるので、そういった意味ではちょっと変化をさせていく時なのかなってすごく思います。ありがとうございます。うん、はい、ちょっと今離乳食のお話も出たんですけれども、ちょうどここでちょっとクイズ1問目に行きたいと思います。離乳はいつ頃を目安に完了させれば良いでしょうか？1番。生後6ヶ月から12ヶ月頃。2番、12ヶ月から18ヶ月頃。3番、18ヶ月から24ヶ月頃。こちらも正解だと思う番号を投票してください。回答時間は10秒となります。それではともり先生、正解の発表をお願いいたします。はい、はい、これは2番の生後12ヶ月、はい、1歳からだいたい18ヶ月、1歳半頃になります。ただこれはあくまでも目安なので、うん、絶対にこの時期にっていうわけではないし、うん、あとはなんか母乳をずっとあげたいっていう方は別にあれですけど、その大部分の、その栄養というんですかね、うん、を食事から取るっていうことが完了するのがこの離乳期と思っていただければいいかなと思います。便秘になりやすい時期とかってありますか？あります。1歳というよりもちょっと前なんですよね。生理的な便秘が起こりやすい時期っていうのはもう少し前になるので、ただ離乳食であんまりこう失敗という言い訳方ではないんですけども、その離乳食がうまく進んでない時にたまにやっぱり便秘になったりとかっていうことはあります。離乳食始まって、まあ、そういうふうにちょっとうんちが変わってきたりするっていうこともあるかと思うんですけども、まあ、それでなんか起きる影響みたいなものって何か他にあったりします？はい、お腹の腸内細菌ね、そういったものってやっぱり小さい頃に、まあ、出来上がっていったりもしますから、そういった意味ではこの食物、お野菜たっぷり食べて、その中の食物繊維だったりとか、あとはヨーグルトとかそういった、あとはその皆さん離乳食絶対欠かせないバナナとか、そういったものって腸内環境をすごく良くするようなものなので、食べやすいっていうのも、あと納豆とかも絶対離乳食で使うじゃないですか。そういう発酵食品だったり、オリゴ糖がいっぱい入っているような、果物だったり、あとお野菜も細かくして煮て揚げるっていうのと、そちらかというとちょっとネバネバしたオクラみたいなものだったりとか、そういうちょっと水溶性 のものだとかを一緒に入れていただけると、すごく食べやすい、離乳食としてもちょっとつるっと食べさせやすいものだったりも多いので、そういう意味ではしっかりとこの時期に一生ものではないですけれども、自分のお腹の中の腸内環境を整えてあげるってこともすごい大事で、であとその腸内環境って実はお母さんから引き継いできて、でプラスそこから食べ物で作られていくっていうこともあるので、やっぱりお母さんも一緒にそういったものをこういった時はこまめに食べながら、赤ちゃんにも一緒にそういうのをあげていくっていうのが一番いいのかなと思います。ありがとうございます。
腸内フローラっていうのをよく耳にするんですけど、腸内フローラってどういうものですかとか。そうですね、はい、あのフローラっていうのはあのなんかお花畑みたいな、うんうん、あの意味なんですね。でえじゃあ腸内にお花畑があるのっていうんじゃなくてあの、まあ、細菌層っていう意味なんですよね。あの細菌層っていうのはあの、まあ、いろんなこう例えばビフィズス菌とか乳酸菌とか聞いたことあるんですけど、うんうん、腸内フローラっていうのはそういう、まあ、あの腸内に住んでる腸内細菌の、まあ、お花畑みたいなあのものだよって思っていただいて、で畑によってどんなお花が咲くかとか全然違うじゃないですか。なのでそれによって、なので人によって腸内フローラっていうのは全然違いますよっていうことになります。はい、ありがとうございます。ちょっと第2問目の問題に行きたいと思います。今お話ししていただいた腸内フローラに関する質問、はい、問題を出したいと思います。はい、人の健康維持に大切と言われる腸内フローラ、いつ頃出来上がるでしょうか。1番3歳、2番20歳、3番食生活により自由に変化する、正解だと思う番号を投票ください。正解を発表してください。はい、正解は皆さん1番の3歳になります。3歳である程度決まって、うん、でだからといってそう3歳以降にバランスの悪い食事を取り続けてたらそれはやっぱりダメなので、ある程度が3歳で、そこからきちんとやっぱり食生活を続けることでいい方向に変わるということなので、そこら辺は、うん、あの頭に入れておいてください。で、まあ、先ほどからちょっとお野菜の話などもいろいろ出ているので、最後の問題になりますが、お野菜についてちょっと質問したいと思います。1歳から2歳の子どものお野菜を食べる量はどのぐらいが良いでしょう。1番大人の必要量の約3分の1の 120g、 2番大人の必要量の半分 180g、 3番大人と同じ 350g のどれでしょうか。ともり先生。はい、そうですね、あの実は2番の約 180g が正解になります。まあ、180g って言ってもピンとこないと思うんですが、トマト丸ごと1個をが大体 200g ぐらいなので、その半分が 100g、ね、結構多いですね。はい、そうなんですよ。はい、なのでそういう意味、まあ、もちろん3食プラス補食を合わせてなので、あのそういう風な形でちょっと考えていただければいいかなと思います。でお野菜やっぱり摂ることで、そのお野菜に入っている食物繊維だったりとかで、やっぱりさっきの腸内環境を、あの腸内フローラがすごくあの、まあ、良くなっていくので、お母さんから受け継いだ菌とプラス、まあ、自分たちがこういろんな獲得していく菌を育てていくっていう意味で、あのお野菜しっかり摂っていただけるといいかなと思います。それでは、今日のお話のまとめをちょっとともり先生にしていただきたいんですけれども、いろんなことができるようになってくるし、いろんなことがこう大人に近づいてくるような時期だと思うので、この時期すごく大事ですし、で特に食生活に関しては、先ほど言った腸内環境を作る意味では、はい、苦手意識を作らないように、おいしいおいしいねみたいな感じで言って食べさせてあげることも大事ですし、あとね、とは言ってもその食べることがあんまり好きじゃない子ってやっぱ中にはいるんですよ。はい、そうなので他人と比べないことですね。他のうちの子はすっごい食べてくれるのに、うん、なんでうちの子食べてくれないんだろうっていうのは、うん、ママが悪いわけじゃなくて、うん、でも中として、ね、食べることであんまり興味がない子もやっぱりいるから、うん、そこはあんまり悩みすぎなく、でもあのなるべくこう知識は頭に入れながらしてあげると、ちょっとね楽になりながらやっていただけるといいかなって、うん、あともう市販のものとかどん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 活用していって全然いいと思いますので、はい、あのそういう絶対手作りっていうことはあんまり思わなくてもいいです。気持ちを楽にして、うん、でいろいろ取り組めればいいですよね、子育て、はい、あんまり考えすぎないで、はい、はい、ありがとうございます。中かなさんですね、滋賀県からです。水分が取れず便秘気味になることがあります。うんちが出る工夫はありますかということなんですが。そうですね、やっぱりハイハイをいっぱいしてもらったりとか、あとはこうお腹をちょっとのの字にマッサージをするとか、あともうお水をあんまり飲んでくれないって言ってもマグをしっかり持たせて飲む練習、飲まなくてもこう必ずこう、はい、どうぞ、みたいな感じで、1時間に1回ぐらいは、うん、あの、渡してあげるとか、
まあ、お野菜でも、ちょっと水分が多めのものを、食べさせてあげるとか。あとは水分だけじゃなくて、バナナとか、そういった、納豆とか、そういう、こう、ちょっと、喉越しがいいようなもので、お腹にいいものをあげてあげるといいかなと思いました。一旦ちょっとお腹の健康についてのコーナーはここまでとなります。ありがとうございます。じゃあ、第2部に入る前にちょっと一休みということで、はい、ここでサンスターの新シリーズ、育て子をご紹介いたします。育て子はプレママ、ママ、赤ちゃんの健やかな毎日をサポートするシリーズです。9ヶ月頃からお飲みいただけるビフィズス菌発酵人参ピューレ配合、お子様のお腹元気に役立つ野菜で育むスムージー、そしてお子様のお口の健康を考えるママのために、妊娠中からできる舐めてすっきり習慣、すっきりタブレット。赤ちゃんの早い時期からのお口ケアに3ヶ月頃からご使用できるお口キレイシートなどをラインナップしています。それでは2部に入らさせていただきたいと思います。それでは江川さんよろしくお願いいたします。一般財団法人サンスター財団歯科衛生士の江川のぞみと申します。私も今、現在1歳4ヶ月になる娘を子育てしております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。では、早速なんですが、赤ちゃんのお口の健康に関するお話を伺っていきたいと思うんですが、まず、ちょっと皆さんに質問したいと思います。虫歯菌がうつりやすい時期はいつ頃だと思いますか？ちょっとこれは挙手でお答えいただければと思うんですが、江川さん、回答をお願いします。はい、では回答いたします。2歳頃が正解です。生まれてすぐの歯が生えていない赤ちゃんのお口の中には虫歯菌は存在しません。2歳頃は奥歯が生え始め、歯が生え揃ってくる時期でもあり、虫歯菌が親からお子様に移り、定着しやすい時期とされています。歯の生える時期をお話ししますと、生後6ヶ月から9ヶ月頃、下の前歯から生えてきます。1歳のお誕生日を迎える頃には、上下前歯が4本ずつ、計8本の乳歯が揃います。その後、少しずつ、犬歯と奥歯が生えてきて、2歳から3歳頃には、計20本のすべての乳歯が生え揃います。本日、ご参加のお子様の多くは、前歯が生えているのではと思います。中には歯が生えていないお子様もいらっしゃると思いますが、生える時期には個人差があります。1歳を過ぎてから生えてこられる方もいらっしゃいますので、今歯が生えていなくてもご心配されなくて大丈夫です。1歳3ヶ月頃になってもまだ歯が生えてこないようなら、一度小児歯科専門医またはかかりつけの歯科医院で相談するといいかもしれません。虫歯菌が移りやすい時期は生後19ヶ月から31ヶ月、すなわち1歳半から2歳半頃、奥歯が生える時期とされています。この時期を感染の窓と呼びます。以上です。はい、ありがとうございます。1歳前後の、今の時期の赤ちゃんのお口のケアで何が必要ですかという質問なんですが。まずは濡らしたガーゼや市販のお口拭きシートで歯を拭う程度から始め、お口の中を触れられるのに慣れさせましょう。上の前歯が生えてきたら歯ブラシの使用を開始するといいでしょう。仕上げ磨きの姿勢は寝かせ磨きが推奨されています。最初は歯ブラシで1、2回ちょんちょんと歯に触れる練習から開始しましょう。歯ブラシの刺激に慣れてきたようなら、歯を見ながら1本ずつ優しく磨きます。1本5秒ぐらいで十分です。強すぎたり、そして長すぎたりして、お子様が嫌がらないように気をつけましょう。やはり嫌がる赤ちゃんも多いと思いますが、楽しい雰囲気でスキンシップを取りながら、最初は機嫌のいい時に、慣れてきたら寝る前といった1日1回の仕上げ磨きの習慣をつけていけるようにしましょう。そしてここで注意点があります。仕上げ磨きの際、上唇小帯というひだに歯ブラシが当たってしまうと痛いため、仕上げ磨きを嫌いになってしまうお子様もいらっしゃいます。人差し指で押さえて歯ブラシが当たらないように気をつけて磨きましょう。はい、ありがとうございました。もう一つよくママたちから出る質問があるんですが、一人磨きはいつから始めたらいいですか？コツはありますか？というものがありますので、こちらについては江川さん、いかがでしょうか？
自分で歯ブラシを持って磨きたがるようになれば、一人磨きの開始です。自分で磨きたいという気持ちを大切にしてあげてください。磨けていなくてもいいですし、歯ブラシをかみかみすると思いますが、遊び感覚で持たせてあげるといいでしょう。ここでまた注意点があります。うちうち歩きのお子様の場合、歯ブラシを加えたまま転倒し、喉をついてしまう事故につながるケースがあります。座って歯磨きをするなど、必ず保護者の目の届くところで行うようにしましょう。一人磨きと仕上げ磨きの歯ブラシの選び方にもポイントがあります。一人磨き用は好みに合わせて、また喉つき防止のために短いものを選びましょう。仕上げ磨き用は毛のついている部分が小さくて、少し長めの歯ブラシを用意するといいでしょう。はい、ありがとうございました。それでは、ここでちょっと質問コーナーに移りたいと思います。めいちゃんママさん。一人で歯ブラシは口に入れるのですが、ママが磨こうとすると口を開けるのは嫌がります。何かいい方法はありますか？ということです。はい、回答いたします。そうですね、お子様が磨いているときに一緒に歯ブラシをママさんも持って磨いていただいたりとか、磨き合いをしてみたりという形でされてもいいんじゃないかなと思います。続いて、リーさんですね。定期的なフッ素塗布を始めるのはいつから、過去何本生えたらや、どこの歯が生えたらなどという目安はありますか、ということです。はい、歯がですね、まず生えたらフッ素塗布は開始できると言われています。ですので、どこの歯がというよりかは、歯が1本生えてきたらフッ素塗布を開始できると思っていただいて結構です。特に歯科受診をするのも決まった年齢はありません。で、1歳半から感染の窓の時期に突入しますので、1歳半あたりから歯科医院になれるためにも通院してみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。糸ようじが好きで使っているのですが、毎日するのもいいのかわからなくて、何日に1回くらいすればいいですか、ということです。歯科医師の宮本から答えさせていただきます。宮本と申します。こちらの質問には私から答えさせていただきます。糸ようじに関しては、厳密な決まりはないんですけれども、今の時期1歳前後でしたら、そこまで毎日使う必要もないですし、全く使わないっていう方もいらっしゃるとは思います。で、上の前歯がくっついてるようであれば、無理ない範囲で使っていただいたらいいかなと思います。毎日使っていただいてもいいですし、1週間に1回ぐらいでもいいですし、そこまでの厳密な決まりはないので、余裕があるときに使っていただいたらと思います。はい、ありがとうございました。それではこちらで終了したいと思います。皆様本日はありがとうございました。さようなら、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。